ベルナール・フォントネル、ベルナール・ル・ボビエド・フォントネル、ベルナール・ル・ボビア・デ・フォンテネル、1657年2月11日から1757年1月9日は、フランスの著述家である。タウチューロンの啓蒙書、世界の多数性についての対話が、当時のヨーロッパ諸言語に訳され、知識階級に影響を与えた。アカデミー・フランセーズの会員、ルーアンに生まれた。父は、 報復貴族で、ルーアン高等法院付け弁護士。母の二人の兄は有名な劇作家、ピエール・コルネイユとトマ・コルネイユであった。イエズ・ス会のコレージュで学んだ後、父の職業を継いで弁護士になるが、裁判で一回弁護したのみで辞めてしまい、後世をデカルト主義的な立場に立つ哲学者、科学者として過ごした。パリのサロンに出入りし、劇作も試みるが、 評価は得られなかった。1686年、29歳の時、新託の歴史、アジャオ人物語、世界の多数性についての対話を発表した。世界の多数性についての対話は、公爵夫人に天文学を教えるという体裁の対話形式の科学、啓蒙書である。英語、イタリア語に訳されたほか、ロシアで翻訳されたものは、金書とされ、 文書にされたが、ミハイル・ロモロソフによって、地下出版された。1691年からアカデミー・フランセーズ、会員、1697年科学アカデミーの、終身初期となった。あと1月で100歳の誕生日を迎えようとする1757年1月、パリで死亡。去年99年。まず試作を試み、アカデミー・フランセーズの検証に何度となく応募するが、 すべて落選。たびたび、パリを訪れ、アベト・サンピエール、アベベルトを、数学者のピエール・バリニョンらの地遇を得る。コルネーユらの後押しを受けて、劇作家になることを夢見るが、1680年に、初演された、自作の悲劇、アスパールが国評される。1688年の、ボッカシューも不評。1689年初演のオペラ、テティスト・ペーレウスは、 ボルテールらの絶賛を浴びたが、工業的には同じく失敗に終わり、劇作家としては、目が出なかった。フォントネルが、文学的名声を確立したのは何よりもまず1683年の、著作、新、死者との対話によってである。1685年に、匿名で出版された、キシエル、死への恋愛書感は、軽妙な筋立て小話を集めたもので、これもすぐさま注目を集めた。 1686年に彼は、アジャオ人物語の中で、ローマ、カトリックとジュネーブ、プロテスタントとの宗教対立を、二人の登場人物、ムレオ王女、マリオイコールローマのアナグラムと、エネグ王女、エーネグイコールジュネーブの対立に固くし、宗教問題に果敢に発言してみせた。1686年に現れた、世界の複数性についての対話は、 フォントネルの名声をますます確かなものにした。この本は架空の公爵夫人と私との対話という形式を借りて宇宙とは何かについて詳細に述べたものである。それは本当に大きい宇宙で私はその中で自分を見失ってしまいますわ。もうどこにいるかもわからず私なんてもう何者でもないのですわ。フォントネルはコペルニクスの地動説に対して当時の人々が感じた不安を 以上のように要約し、それが、気有に過ぎないことを主張している。私は帰ってゆったりした気分になりますよ。この天外に、無限の広がりと深さが与えられ、それが、数限りない稼働に分かれた今、私は、自分が一層自由に呼吸できるように思います。赤木肖像役。コントネルはその後長きにわたって、王立科学アカデミーのリーダーになるが、 このように小説という形式を借りて、科学知識を提供したために、自然学に、親しみのない人々でも当時の自然学の進歩を実感することができた。これによって、フォントネルは、デカルトの天文学理論を普及させようとした。フランスでは18世紀中頃に、ニュートン学説が普及するまで、デカルトの、いわゆる、可動説が有力だったが、フォントネルのこの書物は、 稼働説の普及に大きく貢献した。ホントネルはルーアンに辞書を持っていたが、1687年からパリに居住した。同年、新託の歴史を出版。新学者や哲学者たちの間で物議を醸した。この書物は2編からなり、前半では新託が超自然的な例から得られるものではないことが証明され、後半では イエスの誕生後も信託が続いていることが証明される。こうした内容のせいでこの本は当時のカトリック教会から睨まれ、バルチュスというイエズス会誌には長々しい反爆書を書かれている。しかしフォントネルは論争を嫌い、応酬しなかった。翌1688年には古代人と近代人予断を世に問い、当時知識人たちの意見を二分していた新旧論争について、 近代派の側に立つことを宣言した。その後もなく、現れた機械原因に基づく物理体系への諸疑問では、マール・ブランシュ批判を展開した。ホントネルは当時の知識人たちの間では、ボルテールと並ぶ卓越した地位を占めていた。しかし、ボルテールとは違って、論争を避け、敵を作らなかった。批判的な思考を好む傾向と、 貴族社会の中で愛嬌を振り巻きようあたりをしていくこととの間でうまくバランスをとっていた。1691年にアカデミーフランセーズ会員に選出されるラシーヌやボワローラ古代派の人々から反対されたため5回目の選考だった。非文アカデミーと科学アカデミーの両方に属し、科学アカデミーについては1697年から実に42年間にわたって 終身初期の地位にあった。終身初期として、フォントネルは、科学アカデミーの変革の歴史、パリ、参巻、1708-17171722年、という題名で、議事録の編纂や検討を行う一方、ブッコ会員の追悼演説も担当した。こうした演説は全部で69点に上るが、中でも有名なのはおそらく親戚のピエール・コルネイユに、対するものだろう。 他の著作としては、無限の幾何学要論、1727年など、フランス文学史上、フォントネルは二つの大変異なる時代をつなぐ、仲介の役割を果たしている。すなわち、コルネーユ、ラシーヌ、ボワローラの時代から、ボルテール、ダランベール、ディドロラの時代である。これは、フォントネルが長命だったためばかりではなく、17世紀の、 祭人たちとも18世紀の哲学者たちとも相通ずるところがあったらである。ただしどちらかといえば彼は後者の時代に近かった。フォントネルの才能は疑う余地がない。しかし、サントブーブも述べているように、月曜館団第3巻、フォントネルが限りなく卓越した精神の持ち主の一人に数えられるの確かだとしても、知性というよりは聡明さが特徴であり。 多くのことを言うよりは少しのことを上手に言うことに長けていた。人間としては非常であったとも伝えられている。フォントネルの著作集は数回編纂されている。最初の著作集はハーグで1728年から1729年にかけて編纂された三巻本であった。最も優れた版は1790年にパリで編纂された八巻本の著作集である。 世界の複数性についての対話などのいくつかの作品は何度も再版され、様々な言語に翻訳された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。